ということで、やってまいりました。写真がオフィシャルです。よいしょ。お久しぶりのリュウキさんも。お久しい。頑張ったね。やろもうちょっと今日は僕らから呼び出させていただいて。何ですか、もう何こんなところ。いや、すごいおしゃれなところなんですけど。いや、いいな。ちょっと呼び出させていただきまして。慎吾さん、以前芸能界にいらっしゃったという。今もいるわ。マジこのいるわ。今日なんかやさぐれてますね。なんか、あれ。今日なんかちょっと態度悪い。今日ちょっと態度悪いですね。態度悪いですね。なんで、芸能界の裏話じゃないですけど、まあ変な話ですよ、うん、ちょめちょめしちゃったとかホレモンの話をいろいろと聞き出せたらなと思って今日お呼び出しさせていただきました。ちょっとお酒の量足りないですか。ちょっと飲んでいただいて。これ効果杯に。はい、効果杯。お願いします。濃い。ファイト一発。めちゃめちゃ気になったんですよ。そのやっぱいろんな方がこういう動画結構出されてるじゃないですか。どういうことしたの。もうね、まあ僕もブレイクしたのが2009年ぐらいなんで、もう10年経ってるんで解禁でいいでしょう。おお。いいでしょ。いただきました。やばいっすよこれ。輝いてるんで。これはちょっと今日は不良少年なんで、ね、不良に。芸能人の裏話とか芸人の裏話なんてのはもう他の人たちに任せればいいですか。うんうん、ただこの楽しんごオフィシャルでは慎吾さんのマル秘話聞きたいと思う。なんかその危なくなったとかやらかしちゃったなみたいな人がいたらぜひ話してほしいんですけど、いらっしゃったりします。いや、ぶっちゃけ、いや、いっぱい。なんでかっていうと、うちマッサージやってるじゃないですか。だからものすごいブレイクした時にいっぱい来たんですよ。いろんな芸能人の方が来られて、僕が東京住んでる新宿とか六本木とか目黒に住んでる時にものすごく来たんですね。でマッサージ大体芸能人の方って深夜に来るんですよ。11時とか12時深夜の2時とか、まあジャニーズの子も来て、で俳優さんも「えこの人来てくれんの?」みたいな。でうちの世田谷に住んでた時は目の前にバーがあって、そこ芸能人がめっちゃ集まるんですよ。で一緒に、まあ、の飲みに連れてってもらったりとかして、その後にじゃあマッサージ行きますみたいな感じで慎吾のところに来て、あの2人とかダブルでマッサージするんですけど、僕があの口腕マッサージで資格を持ってるの、あのジャップ火災って言ってきちんとねエロじゃなくてちゃんとしたマッサージなんです、はい、タイの伝統のね、それをあのやるわけですよ。そうしたらもう自然的にまあ立たせてしまう、はいはい、でやっぱ血流がいいと立っちゃうんですよ、はい、で僕は必ず仰向けにしたらタオルかけるんですよ、はいはい、やっぱこれ仰向けの時上に電球見えたりとか、やっぱりリアクレーションタウンの方は分かると思うんですけど、嫌じゃないですか電球見えたりとか、なんか空気を、うん、だからちょっとアロマをちょっと垂らして、でちょっとかけて、でなんか杉本彩さんが言ってたようにちょっとね、なんかエロいアロマあるんですって、なんかその部屋もちょっと赤っぽくするとちょっと興奮するっていうのがあるらしくて、でなんか部屋を逆に青くすると食欲がなくなったりとか、なんかそれでダンプ松本さんやせられたらしいですけど、であのいろんな色のやつとか勉強して、あこれはエロに効くなとかアロマ垂らして、ちょっと不安とか、そうそう脳からちょっとそういう気持ちになってもらって、で僕ほら男の子なんでやっぱ顔見るとしなっちゃうと思うんで、タオルかけて一生懸命マッサージされてであのなんか口腕マッサージなんですけど、なんかもうこうやってやる人いるんですよね。立たせて、うん、こうやって起き上がり拳みたいにこうやってピキピキで、僕もちょっとあのわざとその時にちょっと顔を近づけてこうやって当たるようにするんですよ。で、あ向こうもあちょっと近づいてるんですよ。近づいて、ここでわざと息かけるんですよ。かけるとちょっとこうやってなんかもういいよっていう言葉ではない、その波動でちょっと伝わるんです。なんかちょっと舐めてみたいな。マジでそれはもう向こう側から言ってくれるというか、向こう側がその暗黙の了解というか、言葉では言えないんですよ、はい、言葉で言うとつまんなくなっちゃうんです。そこの駆け引きが大好きで、その僕はその一線を越える手前のドキドキ感で終わらせたいんですよ。そうするとまた来るんですよ。そこで一線越えちゃうと来なくなっちゃうんですよ。だからちょうどよくちょっとやってありましたけど、で6回ぐらい来た時に舐めました。舐めたんかい。ちょっとお酒も飲んじゃってたので、その一緒に飲んでちょっと酔い加減で、しこちゃんだったら別にされてもいいよみたいな感じで言ってたから、あいいのかなと思って、本当に最速ですよ。1分45秒で行きました。あ、いけるんですか。めちゃくちゃうまいですよ。
でも行かしちゃって、でそのままものすごく有名な方だったらその方の DNA もらいたいと思って飲んじゃったんですよ。それもらってもね、DNA いただけない。ティッシュってなんかほら美容にとかあるじゃないですか、はいはい、でも飲んだらすごく肌が綺麗になるかなと思ったら次の日下痢しちゃって、ね、胃が負けるって調べたら、胃が負ける、そう、精神の効能調べたら胃の善玉菌全部殺すんですよ。そうなの。だから良くないみたいで、タンパク質の塊だから肌に塗るにはいいらしいんですよ。でも飲んじゃダメ、でもしその人が病気だったら移っちゃうみたいで、だから本当に飲む人は厳選してるんですけど、そっからもうものすごく好評になって、その方からの紹介でまあいろんな方、はい、これイニシャル言っていただけますか。その人の紹介とかで来られるってことですよね。そう、その方の紹介ですっごくいろんな方を紹介してくださって、えとあと、まあ、ある歌手の方で、すごく売れてる方、全国的に売れてる方が来られたんです。で来られて、まあ、あの抗がんマッサージとかして、そしたら、女子高じゃ あまりにもいいから、友達紹介していいですかって、すんごい有名なラッパーさんとか来られて、まあ、そうなっちゃって、なっちゃって、個人的に LINE 交換しちゃって、で、またちょくちょく来るようになって、ハマるんですよ、男の子。なんかその有名な方って女の子とラブホ行ったりとか家呼ぶと絶対スクープされるの、はい、あの週刊誌にだったら慎吾ちゃんだったらネタになっても別に大丈夫だいやそれもスクープだけど確かにそっちの方がやばいっすから笑いで壊されるじゃないあのバッサリしてもらいましたんで終わるから確かにな僕なんか全然大丈夫なんですよカモフラージュじゃないですよそうへえ僕ね数えたんですよ何人とやったかって24人でした多いなその中でガチでエッチした人は4人え、それは、うん、じゃあマッサージしようっていう流れから、うん、本番に本番になっちゃってなっちゃってろいろしたさっき手口聞いちゃったけどラブ注入マッサージからの流れでっていうのが、うん、まあ多いじゃないですか、うん、それ以外でとかってあったりしますか、うん、普通に飲みに行って気が合っちゃってすごいこれバクロあるんじゃないかめちゃくちゃあるもん全然自分のじゃねえ怖っ最近いいでしょいつの流れでとかがあるのかなってめっちゃ気になる、まあ、あるまあ僕がいたところの先輩でまあ、超今でもデッチ会とかやってる方なんですけど沖縄でイベントがありました、はい、したら朝なんか慎吾ちょっと出発前にマッサージしてるよ、はいはい、あ、マッサージだったんですけどマッサージじゃないズコーンマッサージっていう特技があるからこその、うん、そこから入ってこられる方が多いですよねそうですねだから僕は本当に多分ねノンケ一番食ってると思うんですよノンケ食いって言われてるんですけどノンケ食い何で呼ばれてるんですか妖怪みたいな名前なんですかタレントさんとかねあの役者さんとかも本当にあの皆さん素晴らしいですよなぜかというとちゃんと生かされてるのにお金払うんですおおだからちゃんとそこはきちんとしてるありがたくない確かにだってこんなテレビ出てすごい女優さんとキスしてるシーンの人なんですけど、はいその人とこんなことしてんのって自分ですげえワクワクしちゃって自分的快楽の方が強いとかそうなんですじゃあそういう芸能界でもその男性たちとの交流みたいなのはもう別にある普通にあるそうですねなんか本当に結構その芸人さんの先輩とかみんな優しい方ばっかりで本当に良くしていただいたのでそのよくしていただいた方のやっちゃうっていうのがすごく良くないそして今暴露するっていう何もなかったように終わるんだされなくでまた次の日普通にネタ見せとかあってえもうスンとしてるんですかスンとしてもう終わってはいお疲れ様みたいな多分これ女だったら違うと思うんですよね東京の新宿の方にいつも出張で行ってたんですマッサージに行って行かしてそのまま僕何もなかったのに帰るんですよそれを週に2回呼ぶんですよね最初は本当にこんな方にね光栄だなって思って毎回行くんですよで終わって僕お布団かけて帰るんですねへそれを毎回やった時、だんだん自分で虚しくなってくる3ヶ月目ぐらいの時に僕多分抜きに行ってるなもう癖になっちゃって向こうが最初はそのエロビが2、3本置いてあったんですよあ、普通に女好きなんだなと思って、はい、2ヶ月後ぐらいにホモビが1本すごい進歩ですね多分勉強しようと思ったんじゃないですかその男同士の行為を勉強しようと思ってそうなんですでも真面目な方ですねそのお相手もそれしたらなんかいきなりその時に慎吾ちゃんあの舐めていいせーのと一緒変えちゃったの男性に僕にみたいなこんな憧れの人に舐めていいって言われて僕
ダメだったんですよ。あ、立たなくなっちゃって。ちなみにそれ置いてあったホモビデオが折ったて花が90度ちょっと検索してみてください。パラダイスビデオってあったんですけど、でもその先輩ちょっと言えないんですけど、その先輩と初めてそういうアレオスタンス入れられちゃって、うわ、最初成長医だったんですけど、その後バックジューンって鮮明に覚えてるな。思い出しながらどこ見てんのかと思って。我々は何を聞かされてるんだろう。最後はこうやって騎乗位でこうやっていらっしゃいますけど、名前は言えないです。言えないです。こんだけ出しててそう、タイトルとかにこんだけ出してて、まあ、まあ分かると思う。見ちゃうだけじゃと思う、分かるかなと思うんですけど。あと、とある一番有名な歌詞じゃないですかね、教えてあげて。ええラジオ出させてもらって、それが年越しのやつでみんなお酒飲んでるんですよ、はい、芸人さんとかそのある有名な歌手の方が、はい、お酒飲みながらこんなに増すだけでこんな飲んで、慎吾ちゃん飲んでみたいな感じでラジオ出て、で僕が慎吾ちゃんの夢はって言われた時に、その有名な歌手のもうこの方の睾丸マッサージしたいですとか言ったら、おいやってよ、やってよ、やってよ。それは違いますけど。ピーして、どんどん高評価よろしくお願いします。チャンネル登録しろよ。どうもありがとうございました。オッケー。